それじゃあ今日もね、マリオメーカーやっていきますか。よし、ルイージンやるね。よし、ここでジャンプの、オッケー。うわー、ちょっと待って、オッケー。そしてこのままジャンプして渡ると思うけど、邪魔だな、ルイージン。あー、危ない。よし、駆け引きに勝った感じだな。ちょっとアイテム取っておきますか。ルイージも取っておくかな。これカロン倒しておこう。ね、カロン倒しておきましょう。よし、チャンスですよこれね、勝てるチャンスですよ。よっしゃ、来たー。これはゴール奪われるようなことはないでしょう。待っておきますか。よし、オッケー。さて今回はコインを30枚以上取ってからゴールか。ってことは30枚以上あるんでしょう、きっとね。30枚がどんな感じであるかだよね。上に30枚、まあ、1枚ずつあるのか、それともね10枚とかのコインが3つとかあるのかどうかだよね。それはねゴール前であれば一番いいんですけど、いやこれきついな。ちょっと待って、これきつ、うわー。キノピオ大丈夫、キノピオ大丈夫ですか。キノピオさん大丈夫ですか。ね、大丈夫。あ、ごめん、なんか音楽コース的なん来たね。なんかメロディーって書いてたよね。ビルブラスターって書いてたけど、なんだろうね。ビルマリだったらわかるけど、ビルブラスターはちょっとわかんないね。よし、うーわ、これ左だね。よし、チャンスですよこれ。じゃあ、オッケー。あ、これもうゆっくり行こう。これもゆっくり行きましょうね。もうみんな後ろはいないからね。あんまゆっくり行きすぎるとキラーにやられそうだな。ちょっとアイテムは取っておきたいね、この辺で。いや、あった、ありました、アイテム、価値格。いや、これ価値格でしょ。だいぶいいよこれ。あ、待って、いや待って、何やってんの、やばい、ルイージが来るから。よし、上、え、なんだろうあれ、え、めっちゃ気になるね、さっきのツタ。これは中間ポイント取っておこうか。ジャンプ、ちょっと急ぎながら行きます。後ろにルイージ来てるもんね。いや、中間ポイントまで迫ってきてるか。いや、まずいな。いや、そろそろ追いつくかな。あ、ルイージやられたかなこれ。ねえ、ルイージいなくなってるね。いや、熱いよ。そしてこれ一人用ですよこれ。来た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 。よし、これはゆっくり行こっか。オッケー、うん、これはもう勝ち確だな絶対。ここで負けたらね、僕もうマリオメーカーやめます。僕もマリオメーカーやめたいと思います。よし、ゴール。危険がいっぱい、宇宙遊泳遅いんだろうな、ジャンプしたらあのふわふわするやつでしょ。やっぱりか、ここ最初ジャンプしていきたい。いや、行かないけんねこれ。ジャンプしない方がいいんですけど、こういうコース。よし、このまま立っていく。 OK、あんまりジャンプのね量を少なくしていきましょう。なるべく地上をね行った方が。いや、これウケるね。いや、今のはウケる。みんな同じとこ落ちてったね。これは、上から行こうか。オッケー、でジャンプ、あー待って、よし、これはジャンプ、オッケー。待ってね、ルイージ待って、ルイージ待って、踏ませないよ。俺はオンオフしたらいいのかな。なるほど、でここで、よし、でもう一丁、おい。でもう一丁、おい、よし、でもう一丁。いや無理か、自分がやられちゃうな。よし、オッケー、じゃん、中間ポイント。ここら辺で一回取っておきましょうアイテムを。なんかねまだ長い気がするここ。よし、でジャンプので、これはどっちだろう、上ではないな。いや上行こっかこれね、こっちから行けるよね。でジャンプで右行けるかなこれ。あ、ゴールっぽいねなんかこれ。いやいいよ。やった、こっちで正解だったんだ。いやこれ今日勝ち多いな。あ、待って、これこんな感じで下落ちるでしょ多分、でゴールみたいな、多分これでいいと思うんですよね。下落ちるでしょきっと。あ、やっぱりね、よかった。
そういえばね、最近鬼滅のね、あの無限列車編がさ、10月だったっけ公開するよね。めっちゃ楽しみなんですけど、今さコロナとかでさ、めっちゃなんか人密を避けたいっていうか、いやお前らも密なんだよ。これ鬼滅の刃をね見てる方はね、あの知ってると思うんですけど、楽しみですよね無限列車。僕もねぜひ見に行きたいと思います。なかなかチャンスと思ったけど、これはどうすればいいんだ。なるほど、投げればいいのかな。よし、オッケー。で、ジャンプ、オッケー。よし、ちょっと待って、いや、ちょっと待ってね。オッケー、キノピオなかなかやるね、うまいね。ナイス、クモ、危ない。おー、落ちるとこだった。ジャンプ、いや、ガモン邪魔だな。うわ、ここでゴールあったのかな。いやー、9歳が作ったスピラン2、勝てません。本当に9歳かな、めっちゃ楽しみだよね。さて、これは40秒か。本当に9歳の子が作ったのかな、どうなんだろうね。よし、それじゃ最初行きました。うおちょっと待ってね、みんな待ってくれ、ま、みんな待ってくれ。よし、 OK で、1、2、3、よし、みんな邪魔しないでくれよ。 OK、 そしてこのまんま、うわ、そっちから行けんだ。 OK、 そして右、バカめーと思ったけど俺はバカだった。このまんま右に行くか。ちょっと待って、え、なんこれ、ハッハッハとか割れてんだけど。10�秒でしょ、あと9秒、ゴールかな、もう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待て、ちょっと待て。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。よし、今日は結構勝ち多かったから。うわ、それトゲになってんだ。うわ、全然気づかんかった。やっぱ背景と一体化してんじゃん。あ、待って、キノコを取られた、キノコにキノコ取られたな。よし、じゃあキノコがキノコ取っていこうか。よし、ジャンプ、ちょっともうジャンプ、あれ危ないねこれ。よし、うわ、大体全部にやってんのね。あー、ちょっと待って、よし、危ねえ、危ないかな。めっちゃ出遅れたな。よし、これは走っていこう。これ走ってって、よし、まだ結構前いるでしょうね。で、これも中間ポイント、あ、やっぱみんないるのか。で、ジャンプの、よし、ここも OK。 あ、後ろでも結構戻ってきてる感じするね。よし、で、これはジャンプ、よし、いと思ったけど、いや、いけると思ったけど、いけなかったか。うわ、強い人いる、7300だって。なかなか見ないよね、7300台は。ルイージだったっけ、この7300。このルイージを倒して終わりにしますか。よし、このルイージを勝って終わりにしよう。よし、いや、早いな、ちょっとでも早いね。 OK、 OK、 よし、よし、来た、これはチャンスなんじゃないかな。よし、ルイージに勝ちました。やった、え、結構これ実力。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。